ですね、アクセルさんよりコメントをいただきまして、私結構こう画面の切り替わりどころっていうか調べておりましたが、どうやら隠しアイテムはね、そういう画面の切り替わりどころにはないみたいです。なので、こう針が動いて空いたスペースとか、この壁とかにきっと潜んでるんではないかと思います。行きましょう。まあ、最後のアイテムですからね、むちゃむちゃ難しかったりすることもありそうですけどもね。行きましょうか。おーおー、セーブないね。まあ、なんでこう切り替わりどころがないってことは、この上とかも調べなくても良いと、こういうところだよね、調べるとしたら。あー、しまったしまった、落ちてしまったぜ。で、難易度的に見ても、もちろんね、ステージを重ねるごとに緩やかに上昇はしていってるものの、まあ、とはいっても極端に難しくなるとかそういうことありませんので、まあ、初級者の方でももうね、うわしんどいとかならずに穏やかにプレイできると思います。そいと、さてもうミスらないように行きましょう。結構早いから、下の方でちょっとこう誘発させた方が、うわー結構際どいかこれ。なかなか際どいね。そしてもうないでしょう。よっと、よし、セーブ。さて次はどっち、こっちでいいのかな多分。あ、いいね、合ってるね。そしてあ、びっくりした、びっくりしたわ。もう隠しブロックとかも特になさそうでしたから、まあ、あの辺はないとして、こっち行きましょうか。そこはなんか怪しいくぼみだけど、まあ、ワンジャンプ残して、おっと、そこか。くそ、あそこちょっとね、隠しブロック確かめたかったんですが、針の洗礼を受けてしまったか。あ、ジャンプしなくてもいいのかな、そこ。なさそうだよね。そうね。そしたらこっち行くけど、そこ乗る必要ある？ああ、乗るとどくのか。で、こういうところにはないでしょう。隠しアイテムね。あ、いけるかこれ。あ、しまった。もっとあれですね、ちゃんと間合いを詰めてから飛ぶべきでしたね。迂闊だったぜと。さて、行こうか。そこ、もっと詰めてね。そしてジャンプと。なんか起きそう。なんか起きそう。大丈夫？大丈夫？なんか起きそうだよね、罠。ここ、大丈夫かな。行きます。ほい。よ。怖い。そろそろ起きてもおかしくないね。きっとアクセルさん、上からかい。まあ、天空ということもあってか、結構一マップがまたすんごく広くなりましたね、ここ。ほっ、よし。さてここ大丈夫？そこはまあ何もないでしょう。よし、入ろう。お画面の切り替わりエフェクトが追加されましたね。あ、やっぱないよね。よしよし、では行こうか。62階、いよいよ。ん、あー、これ勝手に飛びますね。バウンドの床、そして2段ジャンプはできないから、このバウンド、え、ちょっと待って、そこ行ける？行けんのかな？それか、あ、1回、あ、なるほど。2段ジャンプ使っちゃうといけないから、ここで温存して、ここで1回使えばいいのか。あー、しまった。そういうことね。OK。使わないで温存。で、ここで1回使っ、なんか2段ジャンプが出るときと出ないときがあるが、これは仕様なのかしら？ほっ、来た。さて、次。よしよしよし。ここはどうなってる？これ、待って待って、2段ジャンプ復活してないけど、え、これいけるもの、いけるものこれ、え、いけるのかしらこれ。そこいけるかこれ。ほっ、いや、いけないよね、やっぱ使うよね。どうしてもこれ2段ジャンプ復活しないんですよ。そう、そうね、しないから、ま、ここはいいんだけど、ここと、あれ、ああ、ここジャンプしないのか。あ、そうだのね。床違うのね。なるほど。であればいけるね。よし。あ、で、また、あ、飛ぶ床と飛ばない床がちょっと、あれだね。パッと見はわからないですね。これは2段ジャンプ使える？あ、そういうことであれば、全く問題なしだぜ。で、一回飛ばして、飛ばして、あれ、飛ばして、あれ、飛ばない。来た。で、乗って、大丈夫かな？乗って、まだ2段ジャンプ温存してるから、でも使わなくてもいけそう、いけそうね。ほっ、おー、これ面白いね。で、そこはぐわっと入っていく。ぐわっと、なんか起きる、起きる、あ、起きない、大丈夫。ほっ、よし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 、来れた、セーブ。そしてこっからはどこへ行けばいいんだろうか。まあ、下か、下ですね。で、隠しアイテムありそうなところ特になかったから、これまた飛ぶ、あー、飛ぶのね。 OK、 いいでしょう。かかってきなさい。なんか
なんかありそうよね。ありそうよ、すごく。右でいいのかしら。ほい。あー、そうなってんのね。今ちょっと発見したんですが、これショートカットしようと思ってこうやって行こうとすると、なんか見えない壁に当たってデスするんですよね、この辺り。ってことはダメージブロックあって行かせないようにしてんのかな。うん、多分そうでしょうね。ってことは、まずこっからスタートして2段ジャンプは温存していかないといけないね、これ。あ、当たり判定、際どいね。そこちょっと際止めだけど、でもいける。よし。本当は隙間に着地するのが通常なのかもしれませんが、よし来た。さてワーパーもう少しよ。これわっ、ないかと思ったら、さてよっ、どこだっけ、この次か。ここが、ここが、あっぶな。まだなんかありそうだね、これ。もしくはフェイン、いや、ここ抜ける、大丈夫、どういう、あん、そう、そういう感じ。とりあえずここね。そして次か。そこって、そこって、待って、ど、あ、その辺か。なんか、まあでも同じようなのはなさそうだね。ここなんかありそうだな。ない、ここさ、抜けないかな。床抜けそうな気がする。くそ、分かってたのよ。結構際どいね、多分あそこ、あそこ際どめにできてると思うから。待って、ここもちょっとやらしいね。そして復活してないから、本当に際まで立たなきゃこれまずいよね、多分。際、もうちょっといける、これ。あ、いけ、くそ、そうなるよね。ちょっと待ってください、これちょっと待って、嘘でしょ。ええ、ちょっと待って、積み線になってしまったのだが、え、なんで。ちょいちょいね、なんか引っかかってはいたんですよ。待って、これもうどうしようもないね、これ。あ、抜けられた、よしよしよし、危ない、危なかったぜ。よし、カットだ。私服のカットにしてもいけんのかしら、これ。ちょっと気になっちゃうのだが、もうこれ限界だよね。いくよ、ほっ、あ、来た来た来た、来れたよ、次の、おお、63回。よし、ではこのマップを超えたら今回は終了しましょうか。そうしましょう。でもなんか天空ステージだけあって、まあブロックが飛び飛びになってるので、あまりこう怪しいところがないんだよね、ここ。そうね、この画面の切り替わりどころ以外ってなると、あんまし今んとこ怪しいとこないね。おお、なんだこれ、どういう、上、ああ、上かい。にしてもさっきの積み瀬すっごい焦ったな。まあ一応バックアップ取ってあるんですけど、まさかまたあっから最初からやんなきゃと。最初って言ってもこの、60回総代からですかね、やんなきゃというね、一瞬よぎってしまったけど、よかった、脱出できた。あー、針ね、まあ、針が出るであったりとかね、そういうちょっとやそっとの罠ではもはや動じなくなってきたぜということで、ここはもう一気にこっち、あー、そうだよね、今ジャンプして気づいたけど届かないと思ったけど、あるのね。なるほど、落ちるでしょこれ絶対。あ、待って、そこなんかある、また、あ、またバウンド床か。にしても落ち着いた BGM でいいね、ここ、すごく安らぐ。さて、ってことはバインでこういかなきゃいけないということね。こっちか、こっちか。あ、その先はちょっと待ってね、どうやって行けばいいのかしらと。なんかある、なんかないと困る。あーった、あった、あった、あった。おー、ワープちゃん、カモン、ワープちゃん。あんなところに罠が仕掛けられてるなんてひどすぎるじゃないのと。そい、よしよしよし、で思いっきり飛ぶ、これで大丈夫でしょ。よしよし、来た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 。64回、なんか何その弾は、何でしょう。まあもしかしたらワンモアジャンプって可能性はありますね。まあそうですね、まあここから先はね、次回やっていきましょう。未だアイテムは見つからないが、多分この先にあるんじゃないかなと思いますね。今んところ怪しいとこないもんね。はい、ということで次回もこの天空ステージをバシッと攻略していきましょうですね。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。